円になり、後ろの人のももに背中を預けた状態でスタート。軽快なステップを踏みながら綺麗な円を描きます。一列になり、鉄の棒をくぐる感じで左右に分かれましょう。ここのポイントは、上半身と下半身が反対に動かすことです。回ってポイント。リズムに合わせてステップ。ここからさらに細かいステップで、滑ってひねって体を反る、滑ってひねって体を反る。ゆっくりと腕を上げて溜めてからパンチポーズ。かかとを上げながら体をひねります。胸でリズムを取りながら両手を振ります。雲の上に乗っているようにふわふわ不思議な動きになります。蹴って手足を平行に伸ばして 1,2,3。 若智子は素早く操り人形のように動いて、回って一列になってポイント。かっこよく好きなポーズで。このステップは直線的に動くと綺麗に見えます。二度足に気をつけましょう。滑ってひねって意外と反る、滑ってひねって意外と反る。腕を上げるのに急がずに決めポーズ。両腕をゆっくり回しながら、さらに首をつけるとよりかっこいいです。ここはかかととつま先の動きがポイントです。上半身が戻らないように、回ってポイント。横一列に並んだままセリフに合わせてアクション。順番に手を出して広げます。さあ最後はテンションを上げていきましょう。この動きが大事です。手で足を操って不思議な動きに仕上げましょう。かかとを上げて膝を内側に入れるとさらに不思議に。ここは力強く、それではみんなでお辞儀をして終了です。